ヒマダラカメムシはカメムシメカメムシ科の昆虫。カメムシの一種。成虫の体長は20から23ミリメートル。国内に生息するカメムシ赤最大種である。体格に性差はほとんどない。大型の美しいカメムシであり、幼虫も体色に変化があって美しいと評される。頭部は複眼より前方の糞が長く、重長な様相である。 触角は黒か色だが、先端第一節の根元に白い帯がある。前胸側縁は棘状に尖る。体色は縁のない黒褐色に、前胸聖板から前紙に、炭鉱色の細かい斑点が密生し、また、同じく炭鉱色の線状が、頭部前胸聖板の正中線状に走り、頭部背面の縁取りも同じ色である。腹部も節ごとに黒か色と炭鉱色が繰り返される。 縞模様を呈し、背面の畳まれた前肢、後肢の両側面に、その模様が露出する。幼虫の体色は黒か脂色をしていない。弱霊幼虫は泡褐色に黒と種の横縞模様が背面全体に並び、老熟幼虫は香を吹いたような暗い灰色に、規則的なオレンジ色の星が並ぶ。日本、台湾、中国、東洋区。ただし後日のように、 日本での分布域は広がりつつある。植草は桜、カキの木、富士、ニセアカシア、クワ、エノキ、梅が確認され、カキに関してはその果実からも盛んに吸収し、また、リンゴの果実も飼育下で大養殖となる。市街地、都市部の街路樹、庭木などで普通に見られ、植草も後半にわたる。幼虫、成虫ともに4から11月に出現、活動する。 産卵場所となる樹木はソメイヨシのしだれ桜が知られている。成虫で越冬する本種は台湾から東南アジアを原産地とする外来生物である。日本国内には長崎県出島から侵入し、その後各地に分布を広げたと見られている本種は江戸時代に来日し、日本の生物を研究したことで知られるツンベルクによって長崎の出島で採集された標本をもとに、 彼自身が新種記載したものである。ちなみに記載は1783年で、最終は1770年代と考えられる。つまり、タイプ産地は日本の長崎である。原記載には長崎で島では極めて普通との記述もあったよしで、ところがその後150年にわたって再発見がなかった。それが150年後の1934年頃に、 長崎市を中心とした県内各地で採集されるようになった。1935年にはその生活史に関する報告がなされている。その状況は石井保管編の本種は九州長崎地方にのみ産種という記述に反映されている。その後次第にその分布池を広げ始め、安永保管では長崎、福岡、佐賀県がその範囲として挙げられている。 愛知県では2011年に最初に発見され、2016年の段階では、名古屋市の街路樹の花水木で多数観察されるようになっている。東京で最初に発見されたのはこれを遡って2008年のことであり、石川他編の段階では、その分布域は、九州、本州の中国地方、近畿地方と、それに、他に沖縄と石垣島が、月となっており、 分布域はさらに拡大してゆくだろうとの推測が記されている。日本本土のものは台湾や東南アジアのものより中国のものに近い。他方、石垣島島でも採集されており、こちらは台湾からの移入によると考えられる。ありがとうございます。